こんにちは、ミディアムです。皆さん、ウイスキー飲んどりますか？今日も私と楽しくウイスキーを飲みましょう。今日もこれ、ジェームズ・キング。ジェームズ・キングになります。今日、こいつをいただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、ミディアムです。本日はこちら、ジェームズ・キングブレンデッドスコッチウイスキー、ジェームズ・キングレッドラベル、はい、こいつをいただきましょう。30ミリ。20ミリの水で足していきます。はい、水を入れていきます。アルコール感のパンチがありますね。そしてまあグレーンな香りと、結構グレーンの花の草原のような香りが結構強いですね。じゃあ氷入れて飲んでいきましょう。結構甘い香りはありますね。まあグレーン感があって、まあいいんじゃないでしょうか。はい、次にハイボールいただきたいと思います。30ミリ入れて、はい、ハイボールソーダ入れていきましょう。はい、それではハイボールいただいていきます。結構優しい味ですね。グレーン感が甘いんでしょうかね。ちょっと甘い感じですね。グレーンの甘い優しい香りなんで、ちょっと気がつかないとただの安物の酒って感じちゃいますけど、この優しいグレーン感が好きな人はいいんじゃないでしょうかね。はい、最後お湯割りいきたいと思います。はい、じゃあグローブを2つぐらい入れまして、甘みをさらに入れますか。丸ごと果実オレンジ青旗ジャム、これいってみましょう。果実たっぷり、果実ばっかり入れてみましょう。はい、混ぜ混ぜ。オレンジの皮がすごい。これも約30ミリ足して、はい、お湯割りいただきます。オレンジの甘い香りと、まあ、グレーンな香りがいいんじゃないでしょうかね。これ青旗オレンジジャムのちょっとオレンジ甘酸っぱい香りがちょっといいのかもしれません。まあ他のマーマレードジャムなんて入れたらもっと甘くていいのかもしれませんね。はい、本日ジェームズ・キングの、テイスティングレベルです。スイートが2、ナッツが1、フラワーが2、樽が1となりました。お気に入りのポイントは、甘い香りと
アルコールのパンチ感がありますね。個人的感想のフレーバーマップはこちらのようになります。デリケートライトの領域になると思います。水割りが10、ハイボールが10、お湯割りが10となります。リピガイドは3でしょうか。星は3つになります。最後までご覧いただきありがとうございました。